はい、今回は、王座戦の、第5局の、碁をやりたいと思います。はい、見事、井山、王座が、勝ちまして、防衛されましたね。はい、じゃあそれでは見ていきたいと思います。一力八段の、黒番になりました。これはこれを打って、利かしという判断ですね。はい。で、ここに打ったと。様子を見たような意味もあるんですよね。これですとね、小ゲイマジマリから肩をついたっていう、進行、利かしっていう感じで、飛びとか打つとか、ここつけるとかですね。こうやると、こういう変化になりまして、例えば、つないでしまうと、つなぐと、こっちで、この石は利かしと判断して、他に回るという作戦ですね。こういう変化は、何局目か、になんかありましたよね。こういう別れになったと思います。こういう進行もありますし、非常に難解ですね。すいません。実戦はこちらを選びましたね。比較的珍しいと思います。ここでこうやるのは、こうでしょうかね。で、つなぎのこうなって、これ少し辛いっていう、感じですね、白は。なので上から、反発しましたと。賭け、すごい手ですね。これは、受けると主張で取ろうという意味ですね。これは、黒もうまいので、勢い反発したことになりますね。ここでツケがすごい手ですね。ほとんどの人は気づかなかったんじゃないでしょうかね、ここに打つ手は。ここ出切ろうという作戦でした。ここで取りますと、こう割り込みがありまして、こうやるのはこうやりましてね、ここ取れませんので、取れませんので、抜きになります。で、もう一回放り込むと。これはこうなりますね。で、これ、これは、ダメですよね、黒が。なので、1と取る手はないということですね。なので、つなぎになりました。この別れは、白が1本取ったと思いますね。ここを、綺麗に渡ってしまいましてね。これは白ポイントあげましたね。この石取られるわけにいかないので、こういう進行になりましたけど、ちょっと黒辛いですね、ここら辺は。もうこの3目はもう生きてる石からの石なんで、
ほぼほぼ関係ないような石なんでね。はい。うん、こっちに展開して、白好調ですね。はい。うん。こういう抑えも決めないんですね。抑えを決めて、うん、こうやって取れればいいんですけど、これ割り込まれて、あれなんですね。取れないんですね。そうなると、つなぎとかになると、まだちょっと味が悪いので、ちょっと位置も決めにくかったっていうことですね。はい。それでこうやりましたと。はい。まあ、ここは動いてもらって、この石を、攻めながら、まあ、攻勢に立とうという作戦ですね。はい。はい。うん。そうですね。これで、特に、問題ないっていう感じですね。はい。黒はなんか勝負したいんですけど、うん、手がかりがあんまり見つけられないっていう感じですね。うん、まあこれもね、まあこうやって頑張るしかないですかね。はい。まあ井山さんも、まあ、うん、まあ、勝ちになったのは最後の方だったと、言ってましたが、まあ結構余裕ある感じだったと思いますね。この後は。はい。うん。そこまでね、難しくもないかなと思いますので、うん。石は絡み合ってますがね、そこまで大変な、つばぜり合いとかではないのでね、おそらく。はい。うん。これは、まあ、次、まあ、黒から、打てば生きはありますね。うん、白は本体がつながればいいというだけですから、はい。そうですね。はい。これを全部決めて、ここに一撃したと。この石も弱いですからね。うん、ここが、まあ、勝負に出た。まあ、どっちか取りますよという感じですね。はい。ここで投了となりましたと。うん。これで捕まってますね。うん。大体というか。まあ、こうやるとこうやって、これ切られますからね。まあ、これもこうですね。つながるにはこれしかないですけど、まあ、こっから、こういう感じで、まあ、何してもいい感じなんですけど、何が一番？まあ、これでいいですか。はい。こうやって切れませんからね。こんな感じでもいいと思いますし、ここが先手ですね。これから先手なんで、ここもあるので。うん。まあ、黒はどれかは取られそうですと。はい。そういう感じの碁で。はい、まあ、素晴らしい内容で、白は勝ったんじゃないでしょうかね。はい。うん。序盤から優勢を維持して、見事勝った。
内容かなと思います。はい、まあ一力八段もまあ惜しかったですが、はい、またそうですね、またチャンスはあると思いますので頑張ってもらいたいですね。はい、じゃあこの方はこれで終わりにしたいと思います。失礼いたします。